程度に来てたのかな。あ、もうそのままだね。最後森高、九州鹿児島からやってきた観光客。あ、2番目落としてるね。どなたかこぼしてるっぽいね。これやっぱり今までも見てても順番っぽいもんな。あ、デカ腕そうなると使いたくなるな。先行く?あ、チェックポイント発見したな。じゃあチェックポイント解除するか、一旦。チェックポイント解放しておきましょう。よし、じゃあ魔界のポイント1から再開ですね。どうしようかな。じゃあ、ちょっと、この辺で隊長とか行っちゃう?大神隊長行きましょうか。なるべくみんな見たい気持ちはあるからね。まあそんな何回も出撃するかはともかくとして。じゃあちょっとこの人救出しましょうか。あ、もしかして助けに来てくれたのですか?結構お顔見るとあれだね。桜大戦1の時によく見る、まあモブキャラというか、住人の方々、市民の人たちのね、顔が使われてる感じがするね。そうですよ。僕たちが来たからにはもう安心してください。だからこそこう、帝国歌劇団として活動して、身近にいた人たちっていう実感が湧いてくるよね。よかった。最初は別のところにいたのですが、魔物たちにここに連れてこられて、あ、最初のお姉さんと同じようなこと言ってるね。なんだかそこの方から大きなドアが開くような音が聞こえて怖かったんです。タイガーたちもだんだんなんか階段で下がっていってるもんね。やっぱり魔界の下の方っていうかな。仮想に行ってるんだろうな。で、そこに魔界王がいるんだろうな。そうそう。助けていただく俺に、この先の様子を少しお知らせしますね。おー、貴重な情報。こちらからまっすぐ上へ参りますと、大広間となっております。これ、ふざけてる気がするけど、覚えた方がいいんだろうな。こちらからまっすぐ上へ参りますと、大広間となっております。はい。そこを抜け、さらに上へ参りますと、長い回廊となっております。そしてその回廊の先には大きくてまがまがしい門があるのでございます。本日は青山観光バス外苑営業所広江輝子を助けていただき誠にありがとうございました。バスガイドさんだったんだ。タイガはバスガイド広江輝子を助けた。あー、でも広江輝子さん4番目なんだ。やっぱ誰か落としてんだな。まあでもあそこの分岐だろうな。ちょっと戻っておこうかな。拾えてる子、青山観光の名物バスガール。ちょっとしたサービスがありましたね。じゃあ、拾えてる子さんはじゃなくて、こっちじゃなくて、右の方の分岐行こうか。チェックポイントからスタート地点に戻った方が早いかな。ちょっとこっちから行こうか。こっちの方になんかあったもんね。こっちの、お、ちょっと見ないタイプの敵だな。まあ大神みたいに近距離攻撃で割と倒しやすそうなメンバーだからな、この辺楽にいけそうだけどね。まあツクとかを使いながらコーマウイング、ちょっとかっこいいな。デカ腕のデコピン使ってみるか。気力は使うんだな。強烈なデコピンは敵を吹き飛ばす。下がっちゃうか、もしかして。ちょっとこっちにやってみるか。ピョン。あー、やっぱそうだね。へー、でも敵が離れちゃうって基本的にデメリットっぽい気がするけどな。使いどこがちょっと今んとこよくわかんないな。しかも9章でこの技ゲットしてな。あ、でもなんか今デコピンした結果でこの2匹目の敵と並んだな。それはそれで意味があるのか。こいつがコモドコーマ、はあ、はあははあ、まあコーマウィングから倒そうか。あ、弱いな。まあ、このコモドコーマとコーマウィングは多分、この9章の敵の中では弱い方なんだろうな、きっと。まあでも、デカ腕ちょっと使いたいなと思ったので、出番あってよかったな。あと、アイゼンクライトもさ、ん?コモドコーマの断末魔はコーマザウルスを呼び寄せる。はぁ、あ、はぁ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 、出てきた。ああ、なるほど。コモドコーマを倒すと出てくるんだな。じゃあこいつが本番なのか。なるほどな。まだここまでは序の口だったんだろうな。あ、いいね。クリティカルがいったな。じゃあ連射とか使っちゃう?ここで。連射で、引っかく。まあまあ、たかが知れてるでしょ。雑魚戦であることに変わりはないからな。
そうなんだよな、アイゼンクライトとか、あとゲットした技でカバウとかもできるようになったから、ちょっとその辺もやりたいんだよな。じゃあちょっと2人目の救助者がいるだろう場所は、さっきどこだっけ、この先のこの右左の分岐で右側行ってなかったので、そっちから行こうかなと思うんだよね。じゃあこれは必殺使っちゃうか。猛虎滅却、天地一新。蒸気スタンドがあるから、ちょっとなるべく早く決着もつけたいしな。デコイとかはともかくとして、なんかこのカウンターとかもちょっとやりたいけどな。使い方がよくわかんねえな。敵の格闘技に合わせて反撃するとかな。まあ、パンチってどんぐらいなの、デカ腕の。弱い弱い !19! いまいちだな、パーシー反応技。蒸気スタンドの回復の方が強そう。あ、でも意外にスタンドの回復って30ぐらいしかないんだ。じゃあ、大神と、あ、弱い弱いなぁ。ちょっとじゃあこれ持久戦になっちゃうから、どうしようかなぁ。この技のラインナップだと、まあ、80ミリ砲とか必殺とかで早く蹴りつけちゃった方が良さそうだなぁ。オッケーオッケー、もうこれでいいね。そうか、まあ、この敵が強いのかな。とりあえずじゃあ右側、こっち行ってなかったからね、さっきの右左。あ、ここじゃねえのか。潤滑油を手に入れた。バリスバヤの技を覚えた。バリスバヤンはダブルランスとクーガの固定にセットできる。あ、いいね。ダブルランスに使いたいな。でもダブルランスかなりいいわ、武器なんだよな。技がセットしきれないんだよな。でもこっちじゃないんだったら2番目わかんないな。どこにいるんだ？この辺も、このイボイボの先はいけないから囲まれてるもんな。で、下の方は3番目の西郷さんがいた場所らしい。上の方が今のバスガイドさんがいた方だもんな。わかんないな。こっちの下の方は西郷さんがいた場所で、上の方がチェックポイントとバスガイドさんがいた場所だもんね。わかんないね。2番目の人をどこで見逃してるのか、それとも誰かパートナーして、この旧章において。ちょっとそれ想像しにくいけどね。ちょっとせっかくなので、使ってないようなもの使おうかなとも思ってね。クーガの子ってピストンパンチって、ねえ、気になるよね。敵一体を連打する。まあ、演出とかはそんな特別なことないだろうけどね。で、バリスバヤンもつけて、あとこれね、霊光の盾、さっきゲットしたカバウね。まあどうだろうね。ちょっとやっぱりタイガのカバウ、今まではねタイガの方が新人で守ってもらう側っていう感じがあったけど、タイガの方がカバウを使うっていうのはね、ちょっとグッとくるものがありませんで、鉄壁防御とかもあるんだけれどもね、まあせっかくならこういう技を使ってみようかな。まあ、ただちょっとこのラインナップだと、あんまり攻撃が、ちょっと頼もしくないからな。そこは心配だけどな。どうせだから、まあ、そうだね。普通に魔界進んでってもいいんだけど、前のやってないところっていうかな、牢獄に隠れてた敵とか、ね、結構いたからね、その辺ちょっとやろうかなとは思うんだけどね。例えばこれね、あー先に普通の敵出てきちゃった。まあまあいいや、これでいいわマリアがとりあえず遠距離攻撃できるから、タイガのその近距離しかできないのをちょっとフォローしてもらおうかな。あーかっこいいじゃん、いいいいパンチだね。あ、でも意外にそうか、脇地キョンシーぐらいは倒せるあれじゃないんだな。そっかそっか、ネクロマンサー後ろにいるやつが強いから、あいつを先に倒せるようにしちゃえばよかったんだな。ちょっと久々の敵だとやっぱ忘れてるね。とりあえずじゃあピストンパンチで脇地キョンシー攻撃して、
して、普通の打つで一旦打ったら真ん中の、あ、でも、足りないね。そっかそっか。防御をしてきちゃってるから、さっきのバリアーマンでね。さっきの1回目の敵とは、もうちょっと硬くなってんだな。で、こうやって敵を呼び出してしまう。ネクロマンサーが脇地キョンシーを呼び出してしまうから、なるべく早くこのネクロマンサーを倒してしまわなきゃいけないんだな。で、こっからだとやれないから、じゃあいよいよカバウを使ってみるか。で、おー、いいんじゃない？はい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 。こうやってね、倒せる相手から、ちょっとスティックがうまくいかないな。十字金かよ。こうやってね、倒しやすくなってくるよね。おー、いいじゃない。カバウが一回しか使えないからな。まあ、これでもうちょっと撤退だな。カバウがかっこよかったっていうことを確認して終わりですね。じゃあ改めてだけど、5人中2番目と5番目を飛ばしてんだよな。ちょっと2番目真面目に探そうか。できればやっぱ5人きちんと全員助けて、つまり救助者1章からこの9章までの全員を助けた状態で魔界王に迎えたらいいよね。おそらくなんだけど、子供の時のこう記憶ってちゃんとないんだけど、子供の時全員助けてないんだよ。多分ね、エンディングは言ったような気がするんだけど、まあさすがに内容覚えてないんだけどね。でもこの吉野金の入れ歯とかさ、めちゃくちゃ難しかったし、他の救助者も攻略本で場所見てやっと調べてるぐらいだから、やっぱわかんなかったと思うんだよね。だからこれ全員助けることができたら、もうこれは感動もんだと思うんだよな。ちょっとせっかくなんでね、格納庫も、明らかに今つけてるそのデカ腕と、ガトリングーでは、物理の攻撃の方が重要だからそっちにしたいんだけど、つまり後部タンクの方がね、頼りになるかなと思うんだけど、ちょっとね、せっかくなんでアイゼンクライトにしようかなと。まあ素早さが上がるっていうメリットが後部タンクと比べるとあるので、そこもいいかなっていうのと、防御、霊力の防御がね、そこは効果的なので、まあ敵どっちかっていうと霊力攻撃が多い感じはするもんね。まあその辺がメリットとして役に立つかな。攻撃は物理攻撃が強い方がメリットっぽいんだけどね、今の装備だとね。じゃあちょっと、2番目の人を見つけられるかな。どうしようかな。さっき織姫くんで言ってるけど、どうせだったら、まあ、やっぱみんな使いたいよね。まあレニとか行こうか。で、どうしようかな。なんか本当にね、9人なるべく出番をしっかりとは思うからね。さすがにこの章は、あれはないと思うんだよな。隊員ごとの救助者違いっていうのはね、おそらくないと思います。はい。じゃあ、まず、タイガの方から行くとして。じゃあ、でっか腕のパンチでどれぐらいいけんの？でも意外にそうか。脇パラディンをやっつけられるほどでは決してないんだな。いやーし、二人合わせて60ぐらいのダメージ、いやーしで50回復、つまり10ぐらいしかダメージを与えてない。悲しいね。で、多分だけどさ、脇パラディンの後ろにこの魔導士みたいなやついるから、デコピンしても下げらんないだろ？一応やってみる？試しに。デコピンすると、こうなるけど、うん、そうだよね。やっぱ今一瞬後ろ向く演出があったけど、これ以上下がんない感じがあったもんね。そうだよな、そうなるよな。変に消耗戦になっちゃうよな。いやーし、こっちの HP が、こっちが癒せないから。で、カウンターとか敵の格闘技に合わせて反撃する。使ってみるか。これでカウンターにして、脇パラディンが、でも脇パラディン、癒し使ってるから、脇パラディン、レニにやっちゃったか。今みたいなのを、もう解除されちゃうんかな。普通にパンチに戻すと、でも、カウンターの構えはしてるから有効なんだろうな。脇パラディンがタイガの方を狙ってくれたら、でもそろそろレニがちょっとまずいな。レニがまずいから、
そうか、回復も使えるのか。じゃあ、自分にしか、そうか。アイゼンクライトの回復は自分専用なのか。じゃあ、共通の使うのリペアキットをレニーにやる。これで100回復して、で、レニーも振り下ろすで、まあ、必殺使っちゃってもいいんだけどね。ここまで来たらもう、ちょっと頑張っていこうか。あ、でも、腕下ろしたから、カウンター終了なのかな？ちょっと見たかったけどね。やっぱ相手がこっちの思惑通りに動かない限りは難しいだろうな。2番目の人を飛ばしてるってことは、多分まあ、割としょうもない見落としをしているとかだと思うんだよな。デカ腕でガッツポーズするとごついの。そりゃそうではあるけどな。右腕デカ腕にしといてよかったな。タイガが右利きなのか何なのかわかんないけど、右手のコマンドが基本的には先に上の方に表示されるからね。うわ、この眼光って技でちょっと麻痺みたいな状態になっちゃうのか。動き硬直させられてる時にやられるとやだな。まあ、風作戦はそういう意味で合ってんだろうな。早く自分たちの、あ、なんだ弱いじゃん。ん？眼光のこの動き封じられるのタイガは効いてないのか？カンナだけ2ターンぐらいスキップしちゃったけどね。何かタイガに特殊な、そういう相手の特殊異常を予防する能力がある？こっち、そっか、宝箱しかないのか。なんかこの辺に道があるとかはないよね。なさそうだな。うん、じゃあまあちょっとポイント1からもう一回やり直そうか。スミレで逆、そうね、ポイント1からなので逆走する感じだね。まあ、ああ、いた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 ！この人じゃない？そっかそっか、あそこをすぐ、蒸気スタンドのところすぐ曲がるべきだったのか。なるほどな、意外にシンプルだけどちょっと見落としてたな。いや、でも待てよ。こんなところだったら見逃さないよな。じゃあやっぱあれか？パートナー変えたからか？スミレが来てるから？スミレだけ関係者多く感じるな。見当た！あー、なるほど、そういうことか。はぁ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 。宮田さんね。おー、スミレお嬢様。ちょっとこれはもう、動画の、はじめの冒頭とかでもね、ネタバレがありますってこと書いてるんで、ちょっとこれはお話ししときますけど、まあ、すみれさんのお家の使いの方ですね。そっか、結構ね、大神さんにも協力してくれてる方だったからね。おー、すみれお嬢様、宮田、怪我はありませんか？はい、すみれお嬢様、宮田はすこぶる元気でございます。そう、それはよかった。すみれさん、この辺がいいよな。そのお金持ちのキャラクターってどうしてもね、使いの人にも威張ったりとかっていうイメージがあるけど、スミレくんはそういうことしないもんな。桜ワンの入り口こそ、スプーンだかフォークだか拾わせてたけど。あれぐらいだもんね、はっきり言ってね。その桜ワンの序盤のぐらいまでしか、その意地悪な神崎スミレってのはなくて、すぐ丸くなるもんね。あのあたりから。まあその辺も大神さんがね、スミレくんの心を解きほぐしたんだろうね。ところで、ここはどこなのでございますか？三笠記念公園の地下遥か深く、魔界への入り口ですわ。神崎家の関係者の中でも宮田さんが一番しんどいところに連れて込まれてたんだな。はあ、そうですか。それは随分と遠いところですな。ところで、スミレお嬢様、何か困ったことはございませんか？こんな時までスミレくんのことを気遣ってくれる。羊の鏡だね、宮田さんは。困ったこと
ですの？タイガさん、何かありますか？スミレくんはないんだな。で、タイガさんは選ぶの？選択肢、リップスデル、出た。あー、なるほど。まあ、これは気力回復してもらいましょう。耐久値は、蒸気スタンドがそこにあるからね。気力が回復すればいいんですが、でも、いくら宮田でもそんなところではどうしようもありませんわね。そりゃそうだな。アイリスの母の愛とか。みんなその親の愛とかで気力が回復してるけど、いくらね、宮田さんでもそんなことはできるわけないですよね。しばらくお待ちを。できんの？できんの宮田さん。いい、なんだなんだなんだ一瞬暗くなったぞ、画面が。お待たせしました。気力全開アイテムでございます。さすがは宮田ですわね。どっから取ってきたのこの元々持ってたおはぎとかじゃなくてね、そういうパターンの人たちいたけど、宮田さん調達してきたの今この短い時間で。天才じゃない？トップ羊だね。さっき、すみれさんはトップスターだけど、羊さん、宮田さんはトップ羊ですね。言えなかった。トップ羊なんでできんのこんなこと。それではすみれお嬢様、どうかお体を大事にしてください。そうだよな。もうとにかくスミレの命が一番重要だもんな。わかりました。宮田。タイガさん、参りましょう。すごい人だなってことがわかったね、宮田さんが。タイガは神崎家の羊、宮田強生を助けた。宮田強生、神崎家の羊、スミレの面倒はすべて宮田が見てた。ああ、そうか。こうなってくると、5番目の人が誰かの関係者っていう可能性が出てくるな。へえ。じゃあそうなると魔界王に会うのが先か、それとも5番目の救助者を助けるのが先か、ちょっとわかんないね。そこは運になっちゃうな。神崎風神流連弱の舞。これ編集で後からね、いつも私の桜大戦2のね音声をつけてるんですけど、収録中は私の声で喋ってますからねまあ実況ってそういうもんではあるんですけどね。これ脇ビショップから倒した方がいいのかな。ちょっともう一回もう連弱の前でいいんだけど、宮田さんが回復してくれたからね、気力をね。でどうせすぐ低撃に戻るから、リターンポイント1でね、もうどんどん使いましょう。パンチで。あ、カウンターも使っていいな。カウンター今んとこ発生してないから、一回ぐらいやっちゃいたいよな。出ました、いやーし。この二人そんなに攻撃力強いわけじゃないからさ、二人合わせて攻撃50ぐらいなんだよね。与えるダメージが。普通のキルとかパンチだけだとね。そこに癒しされると結果的に回復量がかなりトントンというか、むしろ今なんかカウンターにしちゃってるから回復の方多いじゃんね。タイガのパンチ23、スミレのキルが27、そこに癒し50やられたらね、元取られちゃう。ほらほら、23足す27引く50、ゼロでしょ。無駄こういう時こそ特技とかでね、ちょっと自分の何かを、あ、でも回避とか防御だもんな。これは使いようないな。まあじゃあもう一回必殺いくか。敵が残り1体になってから全体攻撃ってのはちょっとコスパが悪い感じはあるけど、こういうことでもしていかないとね。それか、あれか、こういう属性攻撃した方がいいか。銀の弾、不死者を倒しだけど、脇パラディンが不死者かっていうと、うん、違いそう。ああ、でも普通に倒しちゃった。よくわかんないまま回っちゃったな。今みたいに封じるマークが出るから、それが脇パラディンのね、例えば回復とかを阻止したりする可能性があるんだったらね、いいけどね。じゃあこれで救助リスト、いい感じじゃん。いい感じじゃん。ね、4人助けることができて、さあ、じゃあちょっとあと一人どうなるかね。これで、
まあ注目するのはさっき喋った通り魔界王にたどり着くのが先なのか、それともこの一人を助けるのが先なのかですね。まあ泣いても笑ってもエンディングに向かって、いやでもこれ予想するってありか。そうだよな、今までで見てこの人出てきたっていいはずっていうのを考えるのもいいのかね。例えばたけしくんとかね、マルグリットさんとかっていうのはまあ作品的に、うん、それなりに重要な人物、まあ尾形さんとかもそうよね、千葉助さんもそうだけど、まあ千葉助さんは多分誰でも出会えるからな、隊員がパートナーが誰でもね。こういう風に考えるとさ、まあ多分みんな均等に関係者がいるっていうわけではないんだろうな。レニはフントぐらいしかいなくて、まあちょっとそれはレニの寂しいところだけどな。コーラもね、パーシー班ぐらいになっちゃうかな。それに対してスミレ班が4人。こういうバランスの問題じゃなくて、シンプルにこのゲームの登場人物として、出ていない人？あの人かな？あの人が出ることあんのかな？ちょっと予想し、なんとなくね、この、今のその宮田が出てきたことによって、じゃあこの5人目って誰で行かなきゃいけないのかって今ちょっと短い時間の間考えてたけど、次試しに桜で行ってみるか。このゲームのメインヒロインってこともあるしね、前回ここで若菜さんと出会ったりとかしてるのを考えるとね、ちょっとあの人かなっていう。いやでもそんなことあんのかな、ないかな、さすがに。でも最後の枠にふさわしい人って言ったら、そう考えちゃうよね。あの人かな。まあ、ちょっと皆さんもじゃあここ予想しながら次回にね、回すことにしましょうか。まあ、コメント欄に書く場合は、ちょっと開業をなんぼかしてネタバレですとかってね。まあ、他の人が見たくない人が見ちゃわないように配慮していただければいいかなと思います。皆さんも予想、あったらぜひね考えておいてください。じゃあ次回最終回になるかもしれません。ぜひタイガのね戦いの最後見守ってあげてください。ご視聴ありがとうございました。見てくれた全国の隊長にケレッ。